はい、それではよろしくお願いいたします。それではですね、まず最初にですね、最初に本日の提案事項についてですね、簡単に申し上げます。で、現在ですね、農林水産省では農林水産業、食品産業の現場の新たな作業安全対策に関する有識者会議、これを進めております。で、この会議でですね、私は今後扱う論点として最小限次のですね、検討が必要と考えております。で、第1はですね、点検災害時代の活用とリスクアセスメントの実施ということでございます。で、第2は機械安全国際規格に基づくリスク低減戦略の活用でございます。で、第3はですね、安全管理のための4領域図の活用。第4番目は日本の現場力と国際的な機械安全技術の工事の次元での融合。5番目は農業水産分野での安全技術高度化のための研究推進ということでございます。以下これらの論点を順番にですね、お話ししていきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。で、まず最初ですね、点検災害事例の活用について簡単に申し上げます。で、現在日本ではですね、年間3万件近くの機械災害が発生しております。しかしですね、実際の機械災害を分析してみるとですね、災害の 75% はわずか16種の機械、例えばこの首相災害で言いますと木材加工用機械であるとか、フォークリフトであるとか、食品加工用機械であるとか、実はこういうですね、少数の機械でですね、多発をしております。で、同じようにですね、死亡災害におきましてもですね、全体の死亡災害の 85% はですね、これもやはりわずか16機種の機械、例えば建設用機械であるとか、クレーン及び移動式クレーンであるとか、あるいはフォークリフトであるとか、コンベアであるとか、まあ、このようなですね、少数の機械で発生しております。で、労働災害というとですね、さまざまな機械でまんべんなく発生してるんじゃないかというふうに一般に思われるんですが、実はこのような形でですね、少数の機械で集中して労働災害が多発しているようなですね、現状でございます。で、そこでですね、まあ、これらの災害がですね、多発している機械を対象にですね、過去の災害をもとに点検災害事例というものをですね、作成をいたしました。まあ、ちょっとこの図ですね、小さくて見にくくて申し訳ないんですが、この図はですね、災害の多発しているフォークリフト、このフォークリフトをですね、点検災害事例ということでございます。で、図鑑も開けながらようにですね、このフォークリフトでは例えばマストとヘッドガードの間にですね、人体、例えば人間の頭とかですね、それが挟まれてしまう災害、あるいは作業者がですね、前進中あるいは後退中の時にですね、フォークリフトに激突されてですね、起きてしまう災害、まあ、このようなですね、災害が実際には多発しております。そこでですね、まあ、これらのですね、点検災害事例、これを現場でどう使えばいいかというと、上から順番に見てみてですね、例えばここから作業者にフォークリフトにヘッドガイドの間にマストの間に挟まれる、あ、これはどうもうちの現場ではね、ありそうだから、まあ、これについてはきちんと対策をしよう、あるいは作業者がですね、フォークリフトに激突されるという作業、あ、これはもううちの方では、ね、きちんと対策をしましたということですね。まあ、このように上からですね、順番にリスクアセスメントをですね、まあ、実施をしていく、まあ、こういうふうにすればですね、簡単でかつ再現性があってですね、かつ重大な災害を見逃さないと、まあ、こういうですね、方法のリスクアセスメント、簡単なリスクアセスメントをですね、実施できるというふうに考えておるわけであります。まあ、以上の結果はですね、まあ、本日私の方で何を申し上げたいかというとですね、まあ、要はこういう点検災害事例を使ったですね、リスクアセスメント、あるいは点検災害事例を使った対策というのがですね、まあ、農林水産業でも同様の取り組みでですね、実施できるのではないかということでございます。で、実はですね、私は過去に農林水産業、あるいは食品産業ですね、さまざまな委員会のですね、参加をさせていただいております。で、この研究官ですね、実は多くの団体の方、あるいは企業の方、あるいは研究所でですね、豊富なこういう点検災害事例をですね、お持ちであるということをですね、存じております。まあ、ぜひですね、皆様の過去の遺産をですね、有効活用とする観点からもですね、まあ、こういう点検災害事例のですね、活用についてご検討いただければと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。で、第2の論点、
これがですね、機械安全国際規格の活用でございます。これについて簡単に申し上げます。で、図はですね、 ISO12100 に定められたリスク低減戦略でございます。で、この規格はですね、欧州の機械安全規格 EN292 という規格がですね、ベースになっております。そしてですね、日本でも欧州でもアメリカでもアジアでもですね、世界のあらゆる国でこの ISO12100 というですね、機械安全国際規格に従ってですね、機械の設計製造を行うということですね、今やもう常識となっております。で、この規格はですね、私ども紹介している労働安全衛生法、これと根本的に異なるのはですね、労働安全衛生法が機械のユーザー使用者ですね、機械のユーザーが行う対策である安全管理組織の整備、あるいは作業手順、あるいは保護具の使用、あるいは教育訓練、まあ、こういうですね、どちらかというとユーザーが行う、管理監督者や作業者が行う対策をですね、中心としているということでございます。これに対してですね、機械安全国際規格 ISO12100 はですね、機械のメーカー設計製造ですね、この設計製造者が行うですね、対策安全方策というものをですね、対象としております。このリスク低減戦略ではですね、機械の設計製造者が最初にリスクアセスメントを行い、このリスクアセスメントの結果に基づいてですね、ステップ1の本質的安全設計方策、まあ、この総括、それからステップ2の安全防護、まあ、この2つのですね、設備的な安全方策によってですね、当初大きかったリスクをですね、大きく減少させて、最終的にはですね、適切なリスク低減まで持っていくというのがですね、この ISO12100 というものの基本的なリスク低減戦略ということでございます。で、具体的にはですね、じゃあここでステップ1ステップ2、具体的に何をやるかといいますと、例えばステップ1のですね、本質的安全設計方策ということで言えば、設備や作業の見直しによる危険源の除去、あるいは力、速度、エネルギーの制限、あるいは自動化、あるいは保全性の向上、あるいは人間工学的原則の遵守なんですね。まあ、こういうどちらかというと生産技術的な観点からですね、まず安全方策を進めていこうというのがこのステップ1でございます。これに対してステップ2というのはですね、柵、囲い、覆い、まあ、一般的にはこういうガードというふうに言われるものなんですが、このガードとですね、安全装置、まあ、国際規格ではこれを安全装置ということを保護装置というんですが、ガードおよび保護装置のですね、対策というものがこのステップ1、ステップ2というものでございます。で、もよくですね、安全方策と言いますと、このガードだとか安全装置なんだよというこのステップ2の安全防護がですね、最初に着目されるんですけど、実は国際規格の中 ですね、一番最重要で実施されなきゃならないのがこのステップ1の本質的安全性強弱、要するに生産技術的な観点から設備や作業を見直して危険源をなくしてしまう、あるいは力や速度、エネルギーをですね、まあ、これは限界ありますけど制限してしまう、あるいは自動化してしまう、実はこういう方策が優先順位が高くて、それがどうしてもできない時の事前の策とですね、ガードや安全装置に対する対策がということをですね、ぜひ念頭に置いていただきたいというふうに思います。で、一つですね、この具体例というのをですね、ちょっと示してみたいというふうに思います。これはですね、ちょっと古い写真ですが、私がもう今から20年ぐらい前なんですけど、ドイツにプレス機械のですね、安全対策の調査に行った時のですね、安全防護の具体例、これを示した写真でございます。で、これはですね、まあ、実は灰皿を加工するプレス機械の例なんですけど、まあ、この対策はですね、プレス機械は本当日本と同じようなプレス機械なんですが、その大きな違いはですね、もうガードとガードのお化け、もう本当ガードが全周囲にこう設けられている、左側面もガード、右側面もガード、頭が入らないように上面もガード、当然背面もガードがあって、実はこの下からも手が入らないようにですね、ここにガードがあっています。そして人がどうしても侵入しなければならない開口部のみ、ここに開口部を設けて、そこを光線式安全装置ですね、手の侵入を監視をしているというのがですね、こういう装置で、この安全防護の例でございます。まあ、ガードというとですね、非常に道徳なものに見えるんですけれども、実は道徳なガードでもですね、実際に私どもの調査によればですね、
67%、要するに全体の3分の2ぐらいですね、災害というのはガードで確実に死亡災害を防止することができます。これに保護装置、それから制御システムの安全関連、まあ、具体的にはフェールセーフだとかインターロックだとかいうものがですね、ここに該当してくるんですが、まあ、こういう対策を徹底することによってですね、実は死亡災害の8割近くはですね、防止できるということがですね、私どもの調査研究の結果からですね、得られております。まあ、以上の結果をもとにですね、私が申し上げたい第2のですね、ご提案というのは、まあ、一言で言えば、細かい点にはですね、こだわらずですね、まずは大枠だけでもこの ISO 12001に記載されたですね、リスク低減戦略、これを関係者のですね、共通認識とするということがですね、必要がないですかということでございます。まあ、ぜひこの点はですね、特にご検討いただきたく思います。ちなみに今日はさまざまな話をしますけれども、ぜひ他のことはですね、忘れていただいても結構なので、この ISO 12001でですね、リスク低減戦略というのが国際的にあって、今機械を作るときにはこの ISO 12001のリスク低減戦略がですね、国際的な常識になっているということだけはぜひ頭の中にですね、置いといていただければというふうに思います。その点をよろしくお願いを申し上げます。なおですね、このパワーポイントではですね、まあ、機械の設計製造段階、すなわちメーカー段階におけるですね、リスクアセスメントについてもですね、簡単にご紹介をいたしました。まあ、一般的にですね、リスクアセスメントというとですね、このリスクの評価と推定にですね、まあ、皆さんどうしても目がいってしまいます。しかし本当に重要なのはですね、この機械の使用上の制限の決定と危険源の特定ということでございます。ここで機械の使用上の制限というのはですね、通常の使用だけじゃなくて予見可能なご使用、これを明確にすることです。この予見可能なご使用ですね。で、ここで予見可能なご使用はですね、ぜひ着目していただきたいのは、日本と比べて欧州や米国の人たちの方がですね、はるかに広くこの予見可能なご使用の範囲をですね、捉えているという点に注意が必要でございます。この点でですね、ピエール対策、製造物責任の対策がですね、日本の欧米で異なるのは、実はこの点の認識の違いにですね、起因をいたします。またライフサイクルとしてはですね、通常の作業だけじゃなくてですね、段取り、トラブル処理、保守点検、修理、清掃、改造、廃棄などですね、作業も考慮した全ライフサイクルのですね、対策が必要になります。ぜひこの点も参考にしていただけると幸いです。で、次に危険源の特定ということを言いますと、ここはですね、危険源、危険状態、危険事象、危害というですね、まあ、こういう一連の災害発生シナリオをですね、きちっと把握していくということがですね、実は何よりも重要でございます。ちなみにですね、 ISO 12001もですね、危険源をこの10種類、機械的、電気的から始まして危険源の組み合わせがある10種類のですね、危険源に分けておりますので、ぜひこのようなところもですね、参考にしていただければ幸いでございます。はい、それでは第3はですね、日本における安全管理の在り方についてお話をしたいというふうに思います。日本ではですね、現場の優秀な作業者、あるいは管理監督者、この能力に依存してですね、人の注意力に依存した安全管理策をですね、実施しているというのが現状でございます。しかしですね、現場でできること、実は明らかに限界がございます。むしろ私はですね、現場だけではなくて、経営者であるとか、上級管理者であるとか、あるいは機械の設計制度者とか、まあそういう方も含めたですね、総合的な安全管理、これが必要なのではないかというふうに考えております。例えば安全管理はですね、私はこの4領域図ということで、よくその安全管理のあり方を示しているんですが、まあ、例えば安全管理に関する哲学、まあ、これは思想だとかビジョンだとか考え方とか戦略とかです。それから技術、それから人的組織的マネジメント、これは人間力の話を含みます。それから社会制度、これには法規制だとか認証システムとか、こういうのが入るんですが、まあこういうですね、4つの領域からの追求がですね、やはりどうしても必要になってきます。しかしですね、残念ながらこのうち現場段階でできるというのはこのあたりのことに過ぎません。したがってですね、前述したさまざまな関係者の方々、こういう方を含めてですね、総合的に安全管理を実施していくということがですね、今後の日本では不可欠なのではないかというふうに考えます。で、これがですね、第3の論点ということでございます。
まあ、以上3つの提言をですね述べましたが、上記以外の提言としてはですね、先ほど述べました日本の現場力、それから国際的な機関安全が工事の時期融合、それから安全技術高度化のための研究推進というものがございます。これにつきましてはですね、後ほど の本日の議論の中でですね、明らかにしていきたいという考えますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもご清聴ありがとうございました。